米山梅吉米山梅吉ヨネ4月28日は、明治から昭和時代前期の銀行家、貴族院直線議員。旧三井銀行の経営中枢に携わり、また、日本にロータリークラブを初めて設立した人物でもある。1868年に江戸の和田家に生まれる。5歳の時に父親が他界したため、母親の郷里である。 静岡県寸東郡町泉町に移住する。14歳で、旧西のまず中学に入学するも2年で退学し、上京する。銀座の江南学校に入学するが、19歳で、東京英和学校に転入し、米人講師の下で英語を学ぶ。翌年に、米参加に養子となり、渡米。8年間の在米中、オハイオ州、ウェスレアン大学やニューヨーク州。 シラキュース大学などで法学を学ぶ。日本に帰国後に、かつ回収に指示し、博文館より、帝徳カレリを出版する。1897年、井上薫の紹介で、三井銀行に入社し、三井銀行深川、横浜、大阪各支店長などを経て、1909年、常務取締役に就任。早川千吉郎などもいたが、実質的に、 池田茂明と共に実験を掌握。終始一貫して池田の補佐的役割にあったが、池田に対抗して青学出身者を三井銀行、三井新宅にスカウトし、その中に真島乙彦、万代純志郎らがいた。1920年に日本初のロータリークラブである東京ロータリークラブを設立し、初代会長に就任。 内外編み物設立に深く関わった。1924年に三井信託株式会社を創立し、取締役社長に就任。1937年に財団法人緑岡小学校を創立し校長に就任する。1935年多摩帝国美術学校公品。1938年には貴族院議員に直選される。晩年も。 財団法人、三井法恩会理事長、三井信託株式会社代表取締役会長、第15回赤十字国際会議に本赤十字、代表委員などを歴任。1928年に本樹法省受賞。1942年に国四等随法省受賞。最終学位はマスター・オブ・アーツである。1946年4月28日死去。 去年78歳、ありがとうございます。